も。行きます。宝ですね。行きます。
越しくだ。何者だい？なかなかの手だれが揃っていそうじゃないか。一体何の用でここへ来た？ここには小さな社しかない、敵対するつもりはないと。しかしそなたたちからは妙な気配を感じる。無益な争いは私も好かん。訳を話してみるがいい。何、こちらの話だ。気にするな。先ほどはすまなかったな。社を守るためだったんだ。許してほしい。私は織姫。このお社を守りながら暮らしてるの。それにしても久しぶりの来客で私は嬉しいよ。ずっと一人で寂しいなって思ってたんだ。してあげたいんだけど、あんまり蓄えが残ってなくて。大したことはできないんだけど、ゆっくりしてね。綺麗なお水と美味しい空気が自慢なの。あ、起きたんだね。おはよう。お疲れだったのかな。ぐっすりだったよ。もう出発しちゃうんだ。ちょっと寂しいけど、急ぐ旅だもんね。あの、できればでいいんだけど、またお話ししたいから立ち寄ってくれると嬉しいな。え、来てくれるの？やったー！絶対、絶対約束だよ。それじゃあ、気をつけて行ってらっしゃい。いつでも待ってるからね。八百万の神々について知りたいのね。瑞穂の国では万物に神が宿るって聞いたことある？実際神たちはそこに存在しているんだけど、住む世界が違うから人の目には見えないんだ。身近に感じることはできないかもしれないけど、神は人間のことを大事に見守っているの。中には私みたいに人の世に降りて人間に紛れて暮らしている神もいるけどね。だから私のことをもっと敬っていいんだよ。こんなに可愛い神様が近くにいるんだからね。私が直接関わり合うことはあまりないけれど、これからもずっといい関係でありたいって思うな。富士を中心に東方へ大きく広がっていて、祭祀を大切にしている国なの。自然とそれを崇拝しているみたいだし、私も良い待遇で迎えてもらえるのかな。
州の中部から南側を領土としていて、富士国や出雲国よりも歴史の浅い新興国家だね。奇界の大噴火で南側は悲惨な状況みたい。だから民のために国土の拡大を目指しているの。富士国の女王様でかぐやちゃんのお母さんでね、巫女としても強い力を持ち、平和を愛する優しい人。何年も前にここにお参りに来てくれたことがあったけど、すごく優しくていい人だったな。ここではないどこかだし、不思議だなあ。一人で喋っちゃってごめんなさい。それじゃあ自己紹介しますね。私の名前は、その後ろの棚の中なんだけど、人が閉じ込められていない？身動き一つしないし、まるで人形みたい。彼らに何をしたの？え？本当に人形なの？そんな信じられないわ。だって本当に人間みたいだし。ちょっと近くで見せてもらえない？本当だ。確かに人形ね。ごめんなさい、失礼な態度をとってしまって。改めて私は織姫。八百万の神なの。それよりさっきのお人形すごいのね。瑞穂の国ではそんなの見たことがないもの。着ている服もお部屋の中も見たことないし、異国の文化は独特なものが多いんだね。でも私だってものづくりでは負けないよ。あなた折り紙って知ってる？私すっごく得意なの。その中でも一番の自信作がこれ、じゃーん。その名も羽ばたく鶴よ。鶴は誰にでも作れる簡単なものだけど、羽に躍動感が出るようにこだわり抜いたの。その辺にある鶴の折り紙とは一線を画すわ。さあどうかしら。あら、あまり驚いていない。なるほど、あなたの国にも折り紙があるのね。本物の折り紙を見せてくれるって？ふんふん、受けて立ってあげるよ。これがあなたの国の折り紙？本当に紙一枚でできているの？くっ、なんて素晴らしい作品なの。私の乾杯だよ。やっぱり折り紙は奥が深いんだね。いいものを見せてくれてありがとう。なんだかあなたの顔が薄く。もしかしてもうお別れなのかな。楽しい時間は過ぎるのも早いんだね。寂しいけど面白いお話が聞けて嬉しかったよ。きっとまたどこかで会えることを祈ってるよ。それじゃあまたね。
して、これ一体どうなってるんだろう。写ってるのは、あ、一人、私の名前、私の名前よりもその後ろの棚よ。あなた人間を閉じ込めてるの。身動き一つしない、まるで人形のよう。彼らに何をしたの？え？本当に人形なの？だって本当に人形。改めてそれより着ている。でもあなたその中で、鶴はその辺。あら、ほんまか。やっぱ楽しい。きっと随分木が切られてるわ。一体何があったのかしら。これは製鉄にはつきものの伐採の跡。鉄を精錬するのに大量の薪がいるのです。鉄？はい、石よりももっと硬い金属です。鉄は普通山や石の中に埋もれているのが自然な形。それを取り出し人間に都合の良いように作り変える。そのためには多くの山を崩し森を切り広げなければならないのです。そんな、それはやめるわけにはいかないものなの？やめれば深く耕せる桑、たやすく木を倒せる斧、固く鋭い矢尻、そういったものは失われます。そうすれば田畑は広げられず農作物も取れなくなり、狩りに出ても獲物を逃すばかり。飢えるもの、凍えるものが増え、人々の数は減るでしょう。それを良しとするのであれば。でも、そのためにこんな景色が。ええ、あまりに寒々しい景色です。神々が怒りを覚えるのも当然なのかもしれません。金太郎、あなたは鏡作り部の里でどうして神々は怒っているのかと聞きましたね。あ、これがその答えです。もともとこの瑞穂の国の民は穏やかで争い事を好まぬ平和に暮らす民でした。祖先の霊を敬い八百万の自然と共に生きながら、しかしいつの頃からか人々は争いを始めるようになりました。野山を切り崩して鉄を作り戦に明け暮れる。さらには祖先の霊を尊ぶ気持ちも忘れてしまった。だから八百万の神は怒っているのです。瑞穂の民すべてに。そうか、よくわかったよ、ばあさま。どうしようもないことなのかしら。黒金を取るために木々を許せぬ。金太郎、あの人。誰か、誰か助けてくれ。大丈夫？一体何が。あいつら断ったのに。てめえ、何逃げてんだ。話の途中だろうが。あいつは
伊吹山の赤鬼と呼ばれるタタラ場の棟梁葛城です。やはり。ちょっとあなた、なんでこんな乱暴なことするの？なんだてめえら、よそ者がくちばし突っ込んでんじゃねえぞ。よそ者も何もないわ。こんなこと見過ごせるわけないじゃない。上等だ、てめえらもボッコボコにしてやれ。てめえら。おう。敵に高台を取られています。お気をつけて。大丈夫、ちょっとくらいの不利なんて構わず懲らしめてやるんだから。行きます。
行くぞ。行きます。行きます。
くも。宝ですね。行きます。宝ですね。
行くぞ。行きます。宝ですね。
くぞ。行きます。行きます。宝ですか。カツラギ、あなたはこんなことをする男ではなかったはずですが。ババン、殺せ殺せ。これは完全に荒御霊に取り憑かれている様子。ならば遠慮はいりませんね。覚悟なさい。行きます。
行きます。行きます。宝ですね。行きます。